はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。任天堂スイッチの集まる動物の森をやっていきたいと思います。まあ今日やっていくって言っても近況報告っていう感じの今日は動画になると思います。ちょっとですね、今、島の評判をねレベル3まで上げる作業中なんですよね。ただ一時この集まれ動物の森を出してなくて、今ピオキングのピオ島どうなってんだってもしかしたら思ってる方もいるかもしれないから、ここでね近況報告っていうことで今このピオ島の紹介をしたいと思います。当然ですね結構変わってるんですよ、以前の動画から、パート2の動画からかな。確か家もねただ2段階ぐらい増やしてて、ほらめっちゃ広くなったでしょ。そして見てこれピオキング見てこのピオキング、なかなかうまくできてない？これねちょっと今から移動するけど、僕ねマイデザインを作りまして、この島をねピオ島だから島の旗にしたんですよね、ピオ島これかわいいでしょ。確かマイデザインでほら作ったんですよね、ピオキングっていうマイデザイン。これなかなか自分でもうまくできてると思うけど、どう？これかわいくない？スマホカバーもこれなんだよ、ほら見える？見えるかな？ちょっと見にくいかもしれないですけど、ちょっとアップしますね。多分これで見えると思う。一応スマホカバーとこの島の目印の旗はピオキングマークにしました。で、女の子もね当然めちゃくちゃ可愛くなってるよね。結構変えたんですよ、ほら前髪もねこの前デザインのほくろありをちょっとダウンロードさせてもらって作ったんですよね。だから今左目のところにほくろがあって前髪がちょっとある感じになっています。これ帽子をかぶるとねこの前デザインめちゃくちゃ可愛いんだよね。だからちょっと今帽子をかぶってます。服装もなんかいいよね、ちょっとラフな感じで今風って感じ。じゃあさっきちょっと家から出たけど家の中をね紹介したいと思います。でまだちょっとねリビングの方はまだコンセプトがつかめてなくて、今はちょっと置けるもんを置いてみたっていう感じですね。個人的にお気に入りなのはクマのでかいぬいぐるみ、これ可愛くない？そしてね音楽もね僕このテクノビートっていうのがめっちゃ好きで、あとはこのケケケンセイっていう曲がねめっちゃ好きなんですよね。確かケケケンセイはさっきこっちで流してたから流れてるはず。こっちはね上の方は完全和室の方でなんか落ち着く部屋にしていこうかなって思って、見てこれ可愛いでしょ靴履いてるのがちょっとどうかなって思うけど、まあ可愛いでしょ。一応ねツイッターにもアップさせてるんですが、一応マイデザインで服もねダウンロードしたんですよね。この椿っていうのを身につけて、で服装をはい、これでねなんかちょっと部屋着っぽくなりましたよね。こんな感じでくつろいでいただいてもらうとこの島のオーナーさんにね、めっちゃいいでしょ、めっちゃ可愛いでしょ。可愛すぎてちょっと写真撮ったんですよね、どんな写真かっていうと、カメラにしてちょっと右下に見える花がねいい感じのアクセントになってるんですよね。でここでこれドラマチック、この写真たまんないですよね、これがめっちゃ可愛いからちょっと写真撮ってツイッターにアップしてます。それじゃあちょっと出かけましょう。はい、そしてねこの左の部屋、この左の部屋はねもうデタラメもうカオス状態になってるかと思います。見てこれやばくない？これもう何なのこのコンセプトっていう感じだけど、とりあえず水回りをいろいろ詰め込みまくったっていう感じですね。あとね好きなんがね今日手に入れたんですよ、このケケスカ、この曲もねもうほんとめっちゃ好き。このねケケスカっていう音楽は僕のねほんとめちゃくちゃお気に入りです。ケケビートとかケケケンセイとかに続いてトップ3には入るかな、この曲は。ちょっと待って、ちょっと待って、服が違う、服が今気づいた、違うよしこれで治った、 OK っていう感じですね家の方は。で僕ね温泉街を作りたくて、
まあ、この露天風呂っていうのを作っていろんなところに置いていこうとしてるんですけど、まあ、YouTube とか見てる方はね、温泉街を作ってる人の動画はね、ほんとめちゃくちゃすごいんですよね。もうほんと温泉街みたいな感じで、こんな場所行ってみたいわっていう感じの温泉街が出来上がってるんですよね。だからそういうのをちょっと目標にしてどんどん作っていきたいと思います。さっきもちょっと通ったけど、このね、右下ここ花がいっぱい咲き誇るような、そしてちょっとね、一つだけこう道があっていい感じの花の咲く道にできたらいいと思います。もうここもね、まあ、この真ん中の通路もちょっと前デザインでなんかいい感じの地面があればどんどん変えていくつもりです。いろんなところに家具が散らばりまくってるけど、これはね、ちょっと島の評判さえ上がればもう取っ払うんで島の評判がね、こうとりあえず家具置いていくとちょっと上がるって聞いたから、デタラメですけどとりあえず置いていってます。あとは左の方に橋を作りました。この石の橋、これめっちゃ可愛いよね。いつか温泉街を作ると考えてこの石の橋、まあ当然地面も石畳にする予定だからこの石の橋にしました。でこのハート池のところはね、この石の階段をつけて、なんかいる、テレサがいるちょっと待ってね、今後で相手してあげるからちょっと待ってね。まあこの石の階段を登ると、ここもね、なんか綺麗な花とかを咲かせてロマンチックな場所にできたらいいなと思ってます。当然ハート池だから、このハートのね、見た目を生かしていいね、なんか雰囲気にできたらいいなと思ってます。それじゃあね、ちょっと気になってるこの風船取ろうか、この辺かな、ちょっと遠いか、もうちょっとこっちに来てからだね、この辺か、よし OK。 なんだろうこれ、アイアンウッドチェストっていうやつがめちゃくちゃ欲しいんですよね。金鉱石か、まだ金鉱石使ったことないんですよね。いや僕意外と金鉱石持ってるんですけど、まだね使ったことないんですよね。よし、なんかめっちゃお金貯まっためっちゃお金もらえた。で今ね、博物館もある程度大きくなってきたから、ちょっとねまた工事を始めるみたいです。まあさらに大きくなるのかな、どうなんだろう。それがね、明日完成するみたいだから、明日をちょっと楽しみにして僕は待ってます。でここはね、僕のお気に入りスポット、天体観測のスポットです。見てほら、可愛いでしょって思ったけど、今日たまたま星があんまり出てないな。いや、ちょうどいい時にね、星と月がめっちゃいい感じで出てる時があるんですよね。その時ね、こうなんていうの、写真を撮ったらめっちゃいい感じの絵になるんですが、ちょうど今日はね、月も出てないし雲も隠れてせっかくね動画に出したんだけど残念だな。でもね、ここなんとなくいい感じの雰囲気のスポットっていうのは分かってもらえたと思います。もうここはあえて何もなく、シンプルに望遠鏡と丸太、そして焚き火だけでまとめました。そして僕のちょっとした自慢なんですが、見てください、この竹この竹の多さ、これやばくない。これね、無人島をね行ってたら、あの竹の島、まあ、竹がいっぱい生えてる島に出会えることができたんですよね。もうこの竹の島に行くのにどんだけマイル旅行券を使ったか、約 2,30 回は行ったもんね。相当使ったよマイル旅行券。もう来た時はもう来たーって、まあ、その時をね動画に撮りたかったんだけど、もうそれどころじゃなくても嬉しすぎて、でねこの竹をね、もう持てるだけ持ち帰って、後でうまく整理して温泉街をきれいに作っていこうかなって思います。そしてこの海辺の露天風呂、まだまだねこの椅子とちょっとテーブルぐらいしか置けてないですけど、まあ、柵みたいなのもちょっとつけてプライベートが満喫できるような露天風呂にできたらいいかなって思います。そしてね、動画の途中でちょこちょこ出たかもしれないんですが、たぬき商店、そして洋服屋さんも作ることができました。やっぱ洋服屋さんができるとマイデザインとかをね、いろんなのをダウンロードできるようになるから、これはねマジで早めに作った方がいいと思います。
で、このたぬき商店の隣に自動販売機を置いてみました。お菓子の自動販売機だね、これなんか可愛いよね、雰囲気的に合ってるっていう感じ。はい、それじゃあですね、今日の集まれ動物の森の近況報告を終わります。で、また新しく島の評判が3になればまた配信していきたいと思いますんで、ぜひ詳しい方は島のレベルを3にする最速のやり方みたいな感じのがあればぜひぜひコメントください。まだまだ作ってる途中ですが、どんどんね島の雰囲気を良くして立派にね温泉街を作っていきたいと思います。それじゃあまたね。